続きまして、テクモ様の開発によるデッドアライブエクストリーム2のご紹介です。お楽しみいただけましたでしょうか。もう何も言うことはありませんね。板垣さんとティーム忍者がまたやってくれました。このリオエシリーズは11月で10周年を迎えるということで、非常に息の長い人気シリーズとなっています。その最新作がもう間もなくお楽しみいただけるということです。トレーラーの中にもありましたけれども、日本での発売日は11月の22日、希望小売価格は税込みで9240円です。続きまして、アクションアドベンチャーのジャンルです。 Xbox が従来から得意としていたジャンル、このジャンルで稲船さんもやってくれました。ロストプラネットのご紹介です。カプコン様の開発によるこのタイトルは、Xbox Live マーケットプレイスで配布しました体験版のダウンロードが実に50万件以上にも上るという、そしてさらに増え続けているという驚異的なタイトルです。またご存知の通り、主人公にはあの韓国のスター俳優イ・ビョンホンさんが起用されています。それではここで映像をご覧ください。こちらのタイトルももう 私の説明など必要ないとは思いますが、まさにアクションアドベンチャーの世界標準を示しているクオリティの高さと、そして最後にご覧になったオンラインにおける広がりを持ったこのゲーム性が大ヒットを予感させてくれます。気になる発売日は12月21日、価格は税込みで8379円です。ナレーションの声を聞くと、妙にほのぼのとしてしまうと思いますけれども、バテンカイトスなどの RPG の対策を手掛けているトライクレシェンド様の開発で、物語を盛り上げるショパンのピアノ演奏は、かの世界的ピアニストのブーニン氏にご担当いただいているそうでございます。発売日の発表は今しばらくお待ちください。さて、ここまではサードパーティーの皆様による新作をご紹介してまいりました。ここからはマイクロソフトゲームスタジオ MGS がお送りする RPG をご紹介させていただきます。今年の4月に開催しましたメディアブリーフィングにおきまして、トライエースの五反田義晴様に Xbox 360で RPG を開発中であることをお話しいただいたと思います。こちらがそのタイトルです。その名はインフィニット・アンディスカバリー。開発をしていただいているトライエース様は、スター・オーシャンやバルキリー・プロファイルシリーズなど大ヒット作品を数多く手掛けている開発会社さんでいらっしゃいます。本作も壮大なファンタジーになるということで、これも非常に楽しみなタイトルです。詳細はまだお伝えできませんが、ぜひこの画面からゲームプレイを想像してみてください。そして皆さん、大変お待たせいたしました。最後にブルードラゴンとロストオデッセイをご紹介させていただきます。本日もミストウォーカーの